この動画は、インラインスケートの、トラックレースについて、結構名勝負が、あった2017年の、ワールドゲームズという、オリンピックに採用されていない競技の世界大会の中で、インラインスケートの世界選手権が兼ねられているレースがありました。で、これの1万5000メートルのエリミネーションレースというものを見ていきたいと思います。で、ゲストに、お招きしていますのが、日本の、インラインスピードスケーティングの、第一人者であります、トトリ選手を、お迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トトリさん、何か最初に言うこととかございますでしょうか？そうですね。これなんか初めてなんですけど、めちゃめちゃ楽しみにしてはいたんですが、インラインスケートのレースって、ちょっとごちゃごちゃしてて、どこ見たらいいのか分かんないなっていうのあると思うんですね。で、こういう解説で、ポイントポイントが分かると、面白さ全然変わってくると思うんで、ちょっとこの機会に、どういうとこ見たらいいのかっていうのをお伝えできればなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速見ていきたいと思います。これいきなりスタートするんですが。はい。はあ、これってエリミネーションのレースの説明をした方がもしかしたらいいのかなっそうですて。ね。はい。で、エリミネーション1万5000メートルで、1周200メートルのトラックを75周するんですけれども、規定の回周ごとに2周に1回とか、鐘が鳴りまして、エリミネーション、っていうと除外するっていう意味ですね。で、鐘が鳴った次の周のスタートラインを一番最後に、一番後ろで通過しちゃった人が、どんどんレースから排除されていくようなレースになります。最終的に数人しか残れない。エリミネーションだと今だと3人ですかね。に残るような感じになるんですけれども。なんで、ゆっくりでもいけないし、かといって最初から逃げるわけにもいけないっていうような、ちょっと大変なレースです。ですね。はい。出ましまあ、トップで通過していたのがバート・スウィングスという、スター選手ですね。で、で、ここでもうこ逃こげちゃうで、ね、フェリックスが。はい、これはフェリックス・ライエンというドイツの選手ですね。で、今、71って出てるのが残りの周回なんですけれども、の残り70、全部75周のうちのもう73周くらいのところでも出ちゃってるんですよね。これそうですはね。かなり勇気がいるというか、無謀なのか勇気がいるというのも、本当に勇気ですね、これは。そうですね。まあ、15キロを走る中で、まあ、最初の1キロとかそのくらいのところでもう飛び出してしまっているというところですね。で、そこの後ろに、エルトン・デ・スーザというフランスの選手ですね。トトリさん、この前、中国でご一緒にレースをされていたんじそうゃでなすいかとね。思いますが、はい。一緒にトレーニングもしてましたし、彼のお父さんが僕のコーチだったりもして、あ、なるほど。仲良くしてるんですけど、本当に世界チャンピオンでもあるし、非常にいい選手ですし、人物的にもすごい面白いいい選手の人ですね。では。まあ、ちょっとインラインスケート、面白いのが、このトップの2人の体格差を見ると、ずいぶん違うと言いますか。ですね。大きい人が有利かっていうと、でも小さくても戦えるっていうのは確かにそういうところあって、本当に南米の選手とかちっちゃくても、あるいは筋肉も細くてもすごい速い選手いるし、何とも言えないですね、何がいい。今、どんどん引き離して、飛び出してペース、大体まあこういう時って、後ろの集団がこう、
1周2周ぐらいでキャッチアップするのが普通といいますか、よくある展開かと思うんですが、この場合はあまりその戦闘が減速せずにどん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 距離を引き離している感じですね。そうですね。もちろん後ろの選手たちも世界チャンピオン何人もいるんで、例えば半周ぐらいの差だったらいつでも追いつけるだろうっていう読みがある程度あると思うんですね。はい、それと誰が追いかける、先頭に出るとやっぱり大変なので誰が追いかけるのかっていう押し付け合いのと兼ね合いがあります。そうですね。まあ、その空気抵抗といいますか、まあ、自転車に似たところがありまして、後ろにつくと、まあ、だいぶこうスリップストリームを利用して楽に走れるというのが、私のようなその全然レースのプロでもないような参加者でも、まあ、それは如実に感じることができるので、まあ、この場合はその2番手についているエルトン・デスーザ選手はかなり有利で、かつその後ろにいる選手たちは、まあ、誰を先頭にこの2人を追いかけるかっていう迷いをしているという感じですね。そうですね。はい、1人エリミネーションですね。あ、そうですね。大きかったのはそうです、ね、ポーランドかなんかですね。ポーランドは、ね、地元開催で、開催は開催国で、2人入ってますね。はい、トドリさん、この時のワールドゲームスは参加をされていたんでしょうか？いや、全然入ってなくてですね、これは、前年の、その前の年の世界選手権の成績で出場者がピックアップされていくんですね。はい、なるほど。で、上位、30人だけが選ばれるっていうことです。そのうち3人は開催国枠で取られちゃうんで、27人ですね。はい、で世界選手権の種目で1位の、まあ、世界チャンピオンは自動的に入るんで、それぞれの種目のですね、なんで、まあ、25、はい、6人が上位25、6人がピックアップされて入るような感じなんですけども、僕多分前の年、2016年、あ、16年は僕ちょっと入ってないですね、うん、なんでちょっと残念ながらですけど、レベルが高すぎますね、ここは。これついにその先頭の2人が一周差をつけて追いついて、この集団の中に入ってしまったという状況ですね。うん、この時点で多分この今20人ぐらいが走ってるんですけども、多分そのうちの3分の1から半分ぐらいは世界チャンピオン何かしら取ってる人たちなんで、はい、一周抜きっていうのはめちゃくちゃですね。そうですね。このギャンブルが どのくらい後に影響してくるかというところなんですが、うん、ただここからこの、まあ、大集団がこの2人をもう一周差を追いついて、うん、後ろにつくっていうのはかなりかなりそれも勝負に出なきゃいけないような状況ですね。そうですね。ただこの時点ではまだそれもあり得るとみんな思ってると思うんですよね。はい、特に先頭のバートなんかは一人でも抜けていっちゃうような選手なんで、はい、そうですね。結構トラックレースも、まあ、ロードレースも、まあ、よく見てますけども、バートスイング選手はあまりこう先頭で引っ張るのを厭わないというか、そうですね、一人でもどんどん、はい、スピードをつけて引き離していくような選手なので、で今先頭で逃げようとしているアルゼンチンのケン・クワダなんですけど、彼がこの前の日のポイントエリミネーション1万メートルで優勝してますね。はい、ですごい大逃げが得意な選手なんで、ただやっぱ逃がしてくれないですね、先週団は。うん、またなんとか2番煎じというか行こうとしているイタリアのダニエルニエロですね、これ、はい、イタリア、これも世界チャンピオンの一人で、リビオベンガーがスイスの、黒赤のユニフォームがスイスのリビオベンガー、まあ、2番手にいますけど、はい、またでまた今度ピーター・マイケルですかね、これ彼は1万5000のスーパースペシャリストで、世界選手権で5勝5回5年勝ってます。
ニュージーランドの選手ですよね。そうですね、はい、はいはい、なんで彼ら全員みんななんとか一周抜き返そうとしてますけど、みんな逃がさないっていう感じですね。そうですね、逃げたいけど逃がさないっていう感じですね、はい、でまたバートが先頭に、これがまあその、はい、そうです集団の中でそういったまあ駆け引きというよりも何と言いますかね、これ心理戦ですね。心理戦がありますよね。で今一周抜きしたエルトンとフェリックスが集団の後方にいて、ちょっとちぎれそうなんですよね。そうですね、疲れがちょっとある、まあ、これエルトンが先頭で、その後ろの2人目後ろにフェリックスがいて、これが今先頭2人ですけれども、集団から今先頭から4分の1ぐらい離れてて、ここで切れてしまえば、はい、もう一回勝負が振り出しに戻る感じなんですけれども、はい、さあここからどうなるかですね。どうなるかというところですね。今2人が後ろに落ちてます。今3分の1ぐらい差がつきましたね、はい、今ピーターマーケルですね、はい、ピーターマーケルが引っ張って、この、まあ、状況が打開できるかどうかというところですね。それで一気に半周ぐらい差がついたんで、このままペース上がっていって、もう一回抜き返したら、さっきのフェリックスとエルトンの逃げは消えてしまって、消えてしまう、うん、振り出しに戻るんですね。はい、ここ頑張りどころですね。ですね。このトラックレースで、まあ、スピードはだいたいトップスピードはどのくらい出るんでしょうか。トップで多分50キロ台から60に近いスピードが瞬間的には出ると思いますね。うん、なるほど。もう、まあ、ちっちゃいトラックコーナーきついんでスピードは出にくいと思いがちなんですけど、コーナーで加速して直線は本当に自転車並みの速度で出てきますね。こうまあ、クロスオーバーというテクニックを使ってこうコーナーの出口でどん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 加速をして、まあ、直線をどんどん走っていくというような感じですかね。と言ってるうちにエルトンとフィリックスが追いつきましたね、はい、追いつきましたね、追いましたね、これ。これはやっぱりその集団の先頭がちょっと減速をしてしまったというか、その駆け引きの中で減速をしてしまったので追いついたという感じですよね。なんていうか、その2人が早くて追いついたわけではない感じですよね。ですね。2人はもう疲れ切ってるので、スピードは一定で走るしかないんですけども、はい、集団の先頭の方の意思が固まらなかったんですね、逃げるっていう。はい、で、1人に引かせてしまうと、なんか俺ばっかり引いて損じゃないかってなると俺もう引かねえよってなってスピードが落ちたりするんですよね。それが止まってればザハっていったんでしょうけど、はい、逆に、まあ、今結構休んじゃってる状況ですよね。休んじゃってるね、はい、はい、もう一段落してる、はい、もうこれが結構決定バッターになりそうな感じですよね。うん、こっからこれがその1対1とか、まあ、4人以内とかであればまたその状況は違うんでしょうけど、これだけの、まあ、集団になるといろんな人のこう思惑があって、そうこう状況が作られていくという感じですよね。結構みんな持ってる力がバラバラで、なんか1周2周どんどん1人で引いていける人もいれば、もうここについていくのがやっとっていう人もいるので、はい、そうすると先頭交代もスムーズにいかなくて、でこうなかなか思うようにペースが上がらないって感じになりますね。あ、またここでまた、はい、ました。これはベネズエラですかね。トワダとケン・クワダですね。ケン、あれ、あとフランスのエベン・フェルナンデスですね。彼も長距離得意ですけれども、はい、で3位のインラインスケートは、うん、はい、ネイスケートはこう伝統的にヨーロッパはフランスとイタリアの選手が、まあ、人数も多いしこう優秀な選手が多くて、で、まあ、あとはその南米ですよね。南米の、うん、まあ、特にコロンビアが
ワールドゲームスでありますとか、ワールドローラー、ワールドローラーですね。で、まあ、ほとんどの、なんて言いますか、大会でインラインスケートについて、スピードインラインスケートについては、国としてのそのチャンピオンを取っているような感じですよね。そうですね。で、今回ちょっとコロンビアが入ってないのは、とか少ないんですけれども、おそらくですね、ワールドゲームスの選考方法に原因があるんだと思うんですよね。うん、3種目の合計ポイント、一番成績の良かった3種目の総合ポイントでピックアップされていくんですけれど、コロンビアの場合は1人何種目も出ないくって1人1種目2種目っていうことなので、はい、うん、そこでポイント重ねられなくて入んなかったかなっていう感じですね。なるほど。またね、まあ、例えばこの今トップといいますか、はい、周回遅れのトップをちょっとさっき一瞬引っ張ってたバート・スウィング選手なんかですと、はい、まあ、ベルギーの選手ですけども、まあ、トラックレースのほとんどにエントリーをして、でそれでいくつかで優勝をしていくというようなスタイルで、まあ、選手層がもっと全然厚いそのコロンビアなんかですと、はい、その出る選手がそのディシプリンといいますか、そのレースの種目によって出る選手がどんどん違うというような状況があります。ここら辺今後ろの方、まあ、先頭身の方を見てると先頭出てくる選手ほぼ決まっていますよね。5人ぐらいで決まっちゃってますね、はい、彼らがレースをして、あとそこから後ろの集団はなんとかついていくのがやっとっていう感じですね。これだと、はい、そうですね、周回が早い2人は結構ラッキーな展開といいますか、これはもう2人にとっては願ったり語ったりで、お互い牽制しまくってくれっていう感じでしょうか。そうですね、もう前にいる人たち勝手に牽制してくれるんで、自分たちは休めるという状況ですね。この時点でもう2人は前に出る必要もないし、無駄な力を使う必要もないし、なんとかここで回復しておこうっていうところで、逆にね、2人はもう多分あと24周なんで、最後どうやって お互い相手に勝つかっていうのを組み立て始めてると思いますね。そうですね。まあ、特にエルトン、フランスの、紺色のエルトンの方に注目してもらいたいんですけれども、ずっとフェリックスの後ろにくっついてますよね。はい。なんで、もう、エルトンにとってはフェリックスさえ倒せば1位確定、まあ、逆もそうなんですけれども、そうですね、っていう頭があるので、もうフェリックスだけフルマーク、完全にマークして動きがあったらフェリックスさえ倒せばいいっていう感じで進んでいると思います、うん、これはちょっとその一番最初に大逃げをし、さ、最初に仕掛けたのはフェリックス・ライエン選手なので、はい、ちょっと、まあ、彼にとってはなんでついてくるんだろうっていう感じですよね。そうですね。まあでも一人で逃げ切るっていうのはなかなかね、やっぱり二人いるとやっぱ後ろに疲れるだけでも楽は楽なんですね、多少。動き的には。はい。なんで、まあ、それもあって結果的に成功したっていう感じもあるんで、いたしかゆしなところはあります、ね。そうですね。前に、まあ、2人で走っているときに前にいる選手も確かに後ろに、まあ、当然後ろの方がベネフィットは高いですけども、前も、まあ、それなりにベネフィットがあるというところですね。単独で走るよりは、まあ、もうここに来るとあと19周なんで、半分以上の選手は3位争いをどうするかっていうのを考え始めている感じですね。そうですね、で今どんどんエリミネーションがされていて人数も減ってきて、そうですね、どんどん知らぬ間に、はい、後ろに2人いると思ったら後ろ2人は先頭なんで、はい、そこで切られちゃうことがあるんですね。今ケン・クワダが危ない位置にいますね、はい、アルゼンチンですね、白とブルーの、はい、イタリア2人、ダニエル・ニエロともう1人が、ステファノですね、マレスキー、はい、
が先頭を引いて、もうこうなってくると、まあ、後ろにいることのデメリット、エリミネーションで切られちゃうことが、まあ、台湾の選手切られちゃいましたけど、がデメリットなので、こうなると、どんどん前へ行きたがりますよね、みんな。まあ、先頭がダニエル、2番手もステファノで、バートが前に来ましたね。で、3番目にピーター・マイケルですね。ちょっとこう列が少しなんか雑になってきてるというかそうですね。相 当速いと思います、このペース。今、みんなどんどん前へ前へ行かなきゃっていうふうになってるんで。そうですね。はい。横に、まあ一直線ではなくて、ちょっとこう横に時折広がりつつ、誰かがこう、なんて言いますか、飛び出そうかとしているような感じそうでですすね。ね。とにかく襟身で切られちゃいけないし、サインも取らなきゃいけないしっていうところで、ゆっくりでもなんか横にばらけるんですけど、今は早すぎて、みんな上げて上げて、前が詰まってるんで、横にばらけてる感じですよね。このコースはなんかそれほどこうコーナーのところにバンクがそれほどかかってない感じはあるんですが、これは何かなんていうかワールドゲームズであるとかワールドローラーなんかで規定といいますかあるんでしょうか、それとも割と自由なんでしょうか。リンクに関しては、規定はあるんですけど、ある程度幅があるので、バンクの角度とかも。なので、そうですね、幅の中で緩かったり、きつかったり、角度がきつかったりとかっていうことはありますね。今年のワールドローラーのバルセロナのコースは割とバンクがあったような感じが、これよりももうちょっとあったような感じがバンしまクすね。だと、そうですね、コーナーの R の長さもちょっときつい、短いような感じだったんで、少しきつかった感じですね、コースの形状的には。タイトなコーナーで、バンクもちょっときつめな感じでしたね。これやっぱりそのバンクであるとか R はその選手によってこう好みといいますか、きついのが得意な選手とかそういったのもやっぱりあるんでしょうかね。あると思います。あとはそうですね、何日も前に現地に入って、ひたすら慣れるという作業をしています、私は。まあ、本当、それ慣れるしかないっていう話。なるほど。さあ、もう10周を切って、はい。もう、先頭2人はお互いをどうするか、で、あとは3位の争いがどうなるかで、今、スペインのタッチが逃げましたね。白いユニフォーム、白地に赤のユニフォームがスペインのパチで、今、30メーター、40メーターぐらいですかね、逃げてますけれども、あと6周、パチだったら逃げ切れるかもしれないけれども、というところですけど、後ろにいるのも世界チャンピオンばっかりなんで、きついですね。追いついてきましたね。聞いたしまかもけど。ここでこう、さらにエリミネーションが絡んでくるのでますね、はい。最後の何周かについては、かなり早いペースでエリミネーションがされますね。早いペースというか、細かい頻度で。で、今、4人は1周遅れで、後ろのトップ2人はもうレースに参加し、レースというか、まあ、ここには関係ないんで、2人だけのレースになりましたね。ですね。で、こっからあと3周で、この時は多分、まだルール改正前なんで5人残りですかね。この後ルール改正で3人残りだけになっちゃったんですけど、これ今最後のエリミネーションがかかるところですそうね。ですね。ここで最後のエリミネーで、ションっバートがて、もしかして落ちちゃったのか。これはバートスイングスが落ちバーてトが落ちましますね。はい。ね。で、残ってるのは3位がイヴァン・フェルナンデスで、あと、ピーター・マイケルとダニエル・ニエロですね。そうですね。そしてここで、で、ここでエルトンがダッシュ。もう、フェリックスは残っもう追いてつけない。ないということですね。で、
本当最後の一周で、でエルトンがフルダッシュ、もうこれは勝ちに行きますというところで、もう最後の直線は流して優勝ですね。優勝です。そして3番手エレンが今ダッシュしたけれども、ここから、まあ、ピーターが先頭ですかね。3、はい、ピーターが先頭出て4番にエレン、5位にダニエルですね。そうですね。 3位になんとかピーター・マイケル選手が滑り込んだと。エリミネーションチャンピオンのなんとかメダルを確保という感じですね、はい、そうですね。はい、ありがとうございました。あっという間ですねこれ、はい、結構、まあ、23分もうあのいきなりスタートをして、まあまあ、レース時間がまさに23分何秒とかそういうあれですけども、まあ、トラックレースこれ、まあ、だけで見ててもそれほどこう長い時間を感じないと言いますか、なかなかエキサイティングな展開で面白かったかなと思いますね。まあ、このフォーマットの、まあ、レースエリミネーションはないですけども、そのマススタートのレースでいくと、今はそのアイススケートのスピードの、アイスのスピードスケーティングで、まあ、今オリンピックの種目にもなっている感じですね。そうですね。ピョンチャンで、まあ、今ここの6位のバート・スウィング選手がピョンチャンオリンピックのアイスマススタートで銅メダルを獲得しているという感じですか。今ここに出てた選手の3分の1ぐらいは今アイスチャレンジしていて、もう ISU の世界選手権でもかなりメダル取ってる感じですね。そうですね。まあ、ちょうどあの今日ヨーロッパのISU のチャンピオンシップがあっていて、はい、そうですね、あのここに出ていたあの優勝したエルトン・デ・スーザ選手も確か出てるんじゃないかなと思いますが、はい、そうですね。あとピーター・マイケルとか、そうですね、あとリビオ、スイスのリビオとかですかね、はい、もっと言ってますね。はい、ありがとうございました。あの楽しくあのレースを見ることができました。まあ、ちょっとその日本語で その解説といいますか、実況といいますか、まあ、インラインスケートではちょっと動画としてはその YouTube にはほとんど上がっていない状況なので、まあ、あのちょっとまあこういう動画を通してですね、あのインラインスケートの、まあ、これはトラックでしたけども、あの、まあ、ロードですと、あの、それこそマラソンでありますとか、そういうのがありますので、そういうのをちょっとこう、観戦をしていただいたりでありますとか、もしくは参加をしてみるでありますとか、して、皆さんしてもらえるといいかなと思います。あの、マラソンに関しては、参加することは結構あのハードルは低いですので、まあ、あの日本ですとちょっとあのあまりあの開催がされてないですけども、ちょっと、まあ、海外中国であるとか、あとはヨーロッパに、まあ、ヨーロッパで行けば夏の間はもう毎週末あのインラインのマラソンがあるような、状況なので、まあ、ちょっと遠出をしてあの参加をしていただけるといいかなと思います。ぜひぜひ。はい、それでは、はい、それでは、トドリさん、ありがとうございました。ありがとうございます。